はい、時計の針は、午後10時を回りました。那覇の皆様、いかがお過ごしでしょうか。初めてだね、こんな挨拶をしたのは。あの仰々しい挨拶をね、はいはい、今日もやりましょうか。はい、ベッサジオは今日も平和でした。お相手は、お相手は、バイオン兄弟社のオサモンタロとプチキャットでお送りします。はい、どの辺から話そうかね。そうですね。はい、とりあえず一番近いのだったらライブの件じゃないですかね。そうだね。僕たちは、そもそもそのライブの告知ですかね。はい、もう、5月の3日に行われました、はい、サウンズグッドで、そうそう、ライブをさせていただきましたね。はいはい、この野田さんと一緒に、このツーマンですよね。ツーマンだね。で、ライブさせてもらいましたね。はい。後々になって、僕たちがめちゃくちゃ名前を間違えて覚えていたということに知ってですね。後でアカウント見て、あ、やばい、野玉じゃない、すみません、と思いながら、はい、これどう訂正しようかなと思いながら今悩んでいるところなんですけれども。すべての責任はプチキャットにあります。いいえ、僕は引用リツイートを見て野玉と書きましたので。はい、悪いのは社長ということで。いや、俺じゃよ。うわ、こうやってね、責任なすりをね、するわけですが、はい、どんな感じだった？いや、でもなんか僕はすごいいろんな刺激をもらえるライブでしたね。うん、やっぱりなんかやってることはなんかこの編成としては、はい、野田さんと僕たちがやってることってなんか割と似てると思うんですよ。この機械でこのベーシックなものを作って、でそのギターとドラムで上塗りしてっていう感じのスタイルは一緒なのに、どうして僕たちはこんなに機材をいっぱい抱えてライブに登場するんだろうなという、このパソコン持って行ってないもんね。全問答しながらライブに臨んだわけですけれども、いやね、はい、僕たちももうすぐね、どんどん年を取っていくわけなので、はい、機材を縮小できるように頑張りたいですね。はい、まあ、お互いに死なないようにね。ように一番でかいボードを持ってる僕が言うのもなんなんですけどね。いやね、いや、じゃあライブを、こまごまと、あれしていくんだけど、野玉さんだってどんなった？いや、僕はすごい好きなタイプの音楽です。エフェクトのこだわりがすごい、ビッグマフ好きになりました、あの日にね。まあ一応ね、今までこの歪みの良さを全く知らない人で、てか歪みはもうギターに任せとけばいいやと思ってたんですけど、はいはい、だんだんなんか歪みに目覚め始めてる自分がいてですね、うん、ちょっといいなと思っています。それはね、てかあのエフェクターであんな音出るんだみたいな。僕も勉強になったし、このシステムの作り方とかそこら辺もすごいなんか参考になりましたね。はい、頑張って活かしましょうね。はい、であとは僕たちのライブですかね。ライブはね、うん、どんな感じだった？いや、やっぱりなんか生演奏のイメージが強くなりましたよね、僕たちのやつは。このどん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 このシーケンスを切っていき切っていき、もうこれうちら3人で回したらいけるんじゃねえ、4人で回したらいけるんじゃねえが結構多くなってきて、なんか俺は引退しようと思ってね。いや、もう座布団引いて、あれ始め、落語始めたらいいじゃないですか。いや、ね、うん、まあ一応エレクトロニクスはね、比重が下がったんだけど、うん、まあ、ぶっちゃけて言っていい？はいはい。俺は反対なんだよ。なるほどなるほど、もっと機械を増やしたいってことですよね。ね、機械を増やすってわけではないんだけど、うん、要するに何だろう、機械と、うん、機械と生演奏が、うん、融合してないんだよ、うん、うちはね。
でもそれをやるのもまた結構てか技術的というかね、なんか今回はどっちかっていうとそこに少し課題が絞られたかなと思って、このやっぱりこの楽器の数が増えるとやっぱりその分だけこの楽器の音って埋もれちゃうものだから、それをどうやってこのリズムキープするかなとか飽和させないようにするかなっていうのがすごい今回は課題でしたね。うちで言うとね、なんだっけ、例えばだけど、渚にいて、はい、生でやったわけですけど、どうだった？ああでも僕は大変でしたけどね。今までは普通どっちかっていうとしっとりめでやってきたものを、今回どうせだったらスイングでやってみないっていう案が出て、おーと思いながら、スイングしながらベース、スイングのベース弾きながら歌うっていうのを僕はやったことがなかったので、でもね、某ギタリストは根性足りないからっていう話をすぐするから、じゃあもうこれはできないって言い訳にはならねえなと思ってやりましたけど、でもこういう形もありだなって僕は思いますね。ちゃんと弾ければね。ちゃんと弾ければ。じゃあまずはもう聞いてもらった方が早いかな。まだだよ。まだ6分しかある。ああ意外と喋ってないですね。まあ、僕としてはね、要するにエレクトロニクスを、使ってない一番の理由って何かっていうと、ドラマーが、これはね、ディスとして聞いてほしくないんだけど、ドラマーが、なんていうのかな、ドラマーが聞きづらい問題を抱えてるもんだから、どうしてもなんかリズムを取りにくいっていうところは、そこをなんか改善しようってところから始まったんですよね、今回は。そうね、だからそれで言うと、まあそんな感じだね。はい、じゃあかけようか。わかりました。じゃあどれからいきましょうかね。テーマからいこうか。はい、わかりました。それではお聞きください。5月3日の録音になります。バイオ兄弟社のテーマです。当てるね。じゃあいきます。
ターです。小池カモン。いただきましたのは、5月3日のライブの、音源になります。バイオン兄弟社のテーマでお送りいたしました。いやー、なんかヤクザのライブだったね。殴り合いでしたからね。でね、お前さんに一つ突っ込みたい。はい、何でしょう。お前さんさ、はい、プチキャットカモンって俺言ったじゃん、うん、行ったところで、うん、行った時に、うん、したるシミュレーター出した、うん、あれ予想あれ予想なんで僕納得できるまでやりますよ。納得できるまでやりますよ。やめろマジでマジでやめろ。いいと思ったんだけどな。あのね、なんだっけ、ね、あのシタールの入るタイミングじゃない、なかったよ、はあ、うん、昨日の時は。納得しておりませんが、はい、と言っておきます。ありがとう。いやー、まあ、大変だったね当日は。はい、うん、もう大バタバタでしたね、うん、バタバタしすぎたね本当に。で、バタバタしてるので、僕らはシステムの改革を、うん、リキアのいないところで。そういえばさ、お前さ、はい、一番最初に名乗ってない、はい、え、名乗った、ラジオ始まった時。はい、名乗ってますよ。名乗った、はい、うん、僕ちゃんと振りましたよ。いや、はい、大丈夫ですよ。大丈夫か。はい、大丈夫です。朝ごはんも食べてますよ。さっき食べたでしょ。うるせえなお前。はい、あとはそうですね、まあ、うん、個人的に嬉しかったのは、うん、物販のところに結構人が集まってくれたのが、うん、僕的には嬉しかったですね、うん、マジで売れたらしいよ、ね、嬉しい、うん、頑張った甲斐があったなと思って、うん、いや 俺は頑張ってないけど。汗だくの中ね、うん、そうそうそう、猫は常に、うん、顔の周りに常にミストサウナが常備されてるんで。それね、視界がどんどん見えなくなっていくんですよ、うんうん、それはあるね。それはあったよ、うん、で、いやー、まあ大変でしたけど、うん、大変な割に、うん、楽しかったね。楽しかったですよ、うん、楽しかった。はい、その後足腰立たなくなりましたけど。泥のように眠りました。泥のように。お前さんはさ、はい、普通に泥のように寝たかもしれないけど、はい、俺寝たのが2時だもん。久しぶりのお客さんが来た時に、はいはいはい、なんだっけ、その人に、いろんなアイデアをもらいまして、はい、情報交換ですね。そう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 、はい、なんで、まあ今日ぐらいだね、うん、これまでのライブとはまた違うライブになっていくんじゃないかな、うん、今それの下準備を始めてる状態ですね。はい、今日何日だっけ、うん、
収録日のことでしょうかね。そうそうそう、収録日は5月の7日になります。7日だなんで、はい、ライブが3日だよね、はい、3日で、3日のその次だね、4日に大輔さんが来まして、はい、ちょいとまあね、なんだっけ、あの久しぶりに、うだがやってたんだけどね、うん、まあ今後どうなるのか分かんないけど、まあとりあえず試行錯誤はしていきましょうか、していきましょうね。また完成した形をまたライブでお披露目できたらなと思うので、うん、今のところまだちょっとライブ予定が未定ではあるんですけど、また決まりましたらツイッターなどなどで告知させてくださいね。はい、そうそうそう、またまだご覧になっていない方は、ツイッター、YouTube チャンネルで、はい、倍音兄弟社と検索していただければおそらく引っかかると思いますので、はい、ツイッターの方で3人のすかしたいけすかない男性3人が男性3人合ってる2人と1匹2人と1匹、はい、小座のこの闇の中に、うん、そう闇の中にスタジオの前撮りましたけど映ってるアイコンがあると思いますので探していただければと思います。じゃあね、次の曲何分ぐらいだっけ。13分ぐらいあります。13分ぐらいある、はい、うん、ちょうどよかったら超長尺ですね。一応ね、はい、YouTube 版は、ここまでですかね。なんで、一度挨拶で締めておきましょう。締めましょう本当に、うん、あれか、なんだっけ、はい、まあここまでの放送は一旦以上になりますね。そうそうそう、はい、ではまた、ラジオ版の方をお聞きの方々はまたしばらく引き続きお聞きください。はい、まだまだ続くよ。はい、では一度 YouTube 版の皆さんさようなら、はい、バイオン兄弟社のプチキャットとバイオン兄弟社の、オサモンタナがお送りしました。はい、ではお聞きください。5月3日のライブの音源になります。はい、グッドビトゥインです。はい。